キャノン RF100F2.8L マクロのレンズ。マクロレンズの魅力を今回お伝えいたします。前編となっております。こんにちは、天野ゆうきです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回の動画はキャノンのマクロレンズで RF100mmF2.8L という、これは大変人気のあるマクロレンズで、しかも魅力のあるレンズなので2回に分けてお話をしていきたいと思っております。このチャンネルが初めてという方、このチャンネルはですね、カメラの情報をパワーポイントやキーノートで説明しているチャンネルです。まだチャンネル登録してないって方、ぜひチャンネル登録お願いいたします。キャノンの新型カメラ R8 の話とか RF レンズの話とかいろいろ出しておりますので、よかったらぜひご覧いただければと思います。それではマクロレンズの魅力前編の目次ですね。1番目、マクロレンズとは何か。2番目、 RF100mm、 このマクロレンズの使用ですね。3番目、最短撮影距離 0.26m。 4番目、最大撮影倍率 1.4 倍。5番目、被写界深度について、これは前編としてお話します。6番目が撮影実例です。それでは早速マクロレンズとは何かをお話しします。マクロレンズとは、1番目、非常に近距離での撮影に特化したレンズですと。通常のレンズよりも撮影倍率が高いんですね。だいたいマクロレンズっていうと1倍とか10倍とか言われるレンズが多いんですけども、それから1/2倍ハーフマクロって言ったり、1/4倍クォーターマクロと言ったりするレンズがあります。2番目、被写体を大きく映し出すことができます。3番目、被写体とレンズの最短撮影距離が近くてもピントを合わせることができて、細かい鮮明な撮影が可能になります。4番目、主にね、花とか昆虫とか食品とか宝石などの撮影に向いています。このテントウムシのようにね。それから5番目、通常のレンズとして使えるように設計されたものもありますということで、今回の RF100 マクロはこのレンズに当たります。それでは RF100mmF2.8L マクロの使用についてお話をいたします。フィルター径が 67mm ですね。長さは 148mm、約 15cm ってことですね。重量は 685g、約 700g 近いってことですね。これが外観です。かなり重厚感があってね、そして何よりもこうすっきりしてます。とても感じのいいレンズだと思います。続いてまた仕様ですね、お話します。絞り値ですが F2.8 です。最小絞り値がね F32 とかなり細かく絞れるんですよね。でレンズ構成は13×17mm、絞りバネが9枚、最短撮影距離が 0.26m、 26cm ってことです。すごく近く接写できます。最大撮影倍率が 1.4 倍ですね。通常は1倍の10倍マクロっていうのが多いんですけど、このマクロは 1.4 倍という跳ね上がってすごく接写できるんですよね。それから手ブレ補正が5段分あります。コントロールリングですが、一番前側にこのリングがあって、中間にフォーカスリングがあって、ユニークなのはこの3番目の SA コントロールリングっていうのがあるんですね。これは後編で説明していきますので、今回は割愛しております。それでは最短撮影距離についてお話をいたします。この100マクロの特徴ですけれども、最短撮影距離が 0.26m、26cm なんですね。この最短撮影距離っていうのは、この CMOS センサーがあって、そこからですね、被写体までの距離、この距離のことを最短撮影距離というんですが、これが 26cm で撮れるようになりますと、接写できますということです。
ちなみにですね、RF2405mm の L レンズで撮るとこんな感じですね。45センチしか寄れないんですよね。105ミリの方の L レンズで撮った事例がこんな感じです。なのでこれ以上大きく撮れないんですよ。ところがこの100マクロで撮るとどうなるかというとこんな感じです。目いっぱい拡大してね、こんな風に撮れるんですから面白いですよね。こういう風に摂写して大きく撮れるとなると、いろんなものを摂写してみたい、きっとそう思います。続いては最大撮影倍率 1.4 倍についてお話をいたします。フルサイズの CMOS センサーっていうのは、この写真のように横幅が36mm、縦が 24mm、 これがフルサイズなんですね。右側にですね、今マーガレットを置いてありますけれども、このマーガレットの直径が約 25mm ぐらいなんですね。センサー縦が 24mm ですよね。そしてマーガレットが約 24-5mm だとすると、等倍っていうのはですね、このセンサーに映し出された映像がほぼ同じ大きさになるという意味なんです。これが最大撮影倍率の意味で、1倍、結局等倍ですね、同じ大きさに映す。この100マクロの方はですね、 1.4倍になるので、もっと拡大されるんですね。拡大できるマクロってすごく魅力が倍増しますね。ちなみに RF2405mmL レンズで撮った場合、 0.24 倍のクォーターマクロになっているので、こんな感じで映ってしまうんです。なので摂写するマクロっていう面ではちょっと弱いですよね。雨の降る日、雨粒が鼻にかかってる、そんなシーンを撮ってみたくて出かけて撮りました。このように雨粒まで綺麗に撮れるんです。しかも 1.4 倍に拡大すると、摂写するとこんな風になるんです。次のシーンはダッチアイリスに雨粒がありますけれども、その雨粒の中にまたダッチアイリスが映し出されているという、非常に綺麗な写真ですね。それでは目次の最後ですが、被写界深度とはということでお話をいたします。ピンとですね、焦点が合う距離のこと、その長さのことを被写界深度と言います。まずこのマーガレットの写真をご覧ください。この写真ですね、手前がボケてます。ちょうど中間のところがピントが合ってます。そしてまた奥がボケてますね。ピントが合ってる距離がね、すごく短いのが分かると思います。被写界深度が深いのを浅いと言います。これは F 値が 2.8 で撮った場合、こんなことが起こってくるんですね。続いてのマーガレットの写真ですけれども、今度はね、画面全体ほとんどがピントが合ってますでしょ。このほとんどの部分がピントが合うってことは、奥行きまでピントがずっと合ってるわけです。だから距離が長いってことですね。で、一番奥がピントがボケているという状態ですね。その状態を被写界深度が深いと言いまして、これは F8 で撮った場合ですね。こんな感じになります。で、この被写界深度とボケのことに関してはですね、後編で深掘り解説をする予定になっておりますので、今回はここまでにいたします。それでは最後に RF100mmF2.8L マクロ ISUSM の撮影実例をご覧いただきます。どうぞ。
次回の動画はマクロレンズの魅力後編です。ボケ味のある写真を撮るためにというテーマでお伝えをしていきたいと思っております。以上、今回の動画はここまでといたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。ハッピー。